はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。来ましたね、白龍神器覚醒、そして玉泉八坂蟹の出現率超アップ来ました。これはですね、待っていたという人多いでしょう。今回のイベントのガチャの回しどころの一つかなと思います。というのもですね、この白龍むっちゃぶっ壊れトリプルゼータにはなりますけども、この必殺技見てください。全消し&デカプニの技ゲージを多く貯める、さらにですねスキルですよ。自身の妖怪プニがデカプニで降ってくる、さらに追加スキルが自身の技ゲージが溜まった状態でスタートなんで、すぐにですね必殺技が発動できてですね、そして他のキャラのね技ゲージを貯めて、さらに必殺技が発動できるということで、今後のね強敵攻略の鍵となるキャラと言っていいんじゃないかなと思います。そしてさらにもう一体、このヤシガニなんですけども、実は横取り特攻があるんですよ。僕横取りありモードでやってるんで、攻略としては非常に欲しい。なのでこの2体ね、両方やっぱり今回のイベント攻略の重要なキャラということで、まあ今回ね里間龍太ランク UZ ばかりが注目されてはいますけども、実はこれらのキャラ取っておくと非常にね有利に進めることができるんじゃないかなと思います。しかも1日のみということで、これはもう出しちゃうしかないでしょう。確率見ていきましょうか。白龍は 1.2%、 そしてヤシガニ 1.6% ということで、確率微妙です。僕はですね何も持っていないので、今日は龍太も村雲 も一緒に引いちゃおうかなと思います。さあマジで来てほしい。マジで早めにお願いします。10連いきます。当たり前じゃないですか。さあ皆さん、夏休みいかがお過ごしでしょうか。もちろんプニプニ周回しながら、アマゾンプライム見ながら、おっとゴールドのウィスパー周回しながらみたいな人結構多いかと思います。金カプ率結構ありますね。さあ運営もうまいよね、この夏休みにこのやり込みイベントを持ってくるあたり。さあそうなると次の夏休み後半のねイベントもね期待できる。やっぱ夏休みなんで多分大型コラボをぶつけてくるんじゃないの。さあ行きます。止まれば新キャラ、うるしょっと止まんねー、うるしょっと止まんねー。マジか、早めに来てほしい。マジでここは抑えておきたいんですよ。この後ですね、ランク UZ の超アップ、そしてさらに追加ガチャ、復刻ガチャと回さなければいけないねガチャがいっぱいあります。なのであまりここでハマりたくはありません。そうは言ってもキャラいるからね、イベキャラはなんとか攻略していきたい。さあおろしょす、頼むぜ、早めにお願いします。ランク UZ の里間龍太、あれがないとねやっぱり封印強敵が厳しい。なんとかですね、取り巻きは全て倒して封印もねある程度できています。なのでやっぱりここまで来たらおろしょす、ちょっとはダメだ、ここまで来たら封印強敵早く倒してですね使っていきたい。横取りは横取りで、お宝集めは相変わらず厳しい。正直横取りなしモードで全部集め切った人あーの回っていうのはね僕はね聞きたい。さあ来ました、これは虹カップなので、僕はまだ今何も持っていないのでどれが出ても当たりでしょう。できれば白龍もしくは里間龍太出てくれたらイベント攻略、この後のガチャが非常に楽になります。まあヤシガニも欲しいけどね、横取り、横取り結構最近ハードだからね、沼ることあるからね、ここ課金ポイントになりつつあるんでそこも欲しいけど、さあ赤株からこのヤシガニが出てきてくれて、この虹株から高め龍太白龍出てきてくれれば正解です。いきます、もちろん止まるでしょう、ここ止まらずにスルーしたらやばいよ。いきます、さあマジでお願いします。高め、おっと来たー、さあお願いします。高め、やったわ、うん、何これ、 0.1 の村雲来る、 0.1 の村雲来る、これはどういうリアクションをすればいいんだ、俺は持ってんだっていう嬉しいリアクションをすればいいのか。まあ村雲もですね、裏マップ強敵、そして村雲はまあ
つながりやすくなるスキル、そしてボーナス玉の効果アップ、まあ、必殺技でボーナス玉作るんで、まあ、相乗効果で技ゲージかなり多く貯めて、まあ、使えるキャラ、そして何よりこの可愛いキャラではありますけども、今出なくてもいいでしょう。この今回白龍そしてヤシガニ打てる時に出なくてもいいでしょう。まあ嬉しいけどね、 0.1 だからね、 0.7 引いたならもう 1.2 なんてそのさ12倍だからさ、ラグラグ出るっしょと言いつつ沼りそう。これは運営の策略か、沼りそうだけど 0.1 引けるんならこれ持ってるっしょ。いきますやばいやばい雰囲気になってきた、やばい雰囲気になってきたぞ。さあお願いします。テイプ、あっゴールドか、ゴールドからも来ちゃうのか。 0.1 ってでもすごくね、もういつも 1% でも沼る沼る言ってて 0.1 ってさどうなの。1000回回しても出るか出ないかの 0.1 を軽々と引きやがったこの野郎っていうね逆に 1.2 と 1.6 どこ行ったってのはありますけども、 1.6 と 1.2 はそろそろ来てもいくね。おしっとはどうなってんだこのガチャ、もう意味不明、意味不明っすね。数字なんてもうね、ガチャの数字なんていうのはね、ほんとね意味がないってのが分かりましたよ。おしっと、もっとゴールドか、昇天してほしい。やばいなやばいな、結果蓋を開けてみたら爆死っていうスタイルが怖い怖い。もう数字って何なんだろうね、まあ、確率そのまま数学的に言えば期待値というかね、出やすい出にくいを数字で表しているんですけども、確率ってさ偏るから絶対にね、均等なんて誰も言ってないからね、そこがポイントだよね。この長い目とかね、すべてのユーザー含めての出現率をここで表記しているあるだけであって、確率テーブルあるからさ均一なんてどこにも書いてないからね。おろしゃーす、あったかめす、やべえ尽きた尽きた、ここでこんなに沼るのはやばいやばいやばい、想定外想定外。 1% 引いただけにあれが逆に歯車を狂わせた、あれがなかったら多分サクッと引いて、まあ、次で出しましょうってなってたんだけど、俺は持ってるぜみたいなのがなっちゃったからさ。さあ来てほしい来てほしい、マジでか。でも今回白龍マジ欲しいよねこのキャラね。さあそろそろラストいくわ、ラストお願いします、マジでお願いします。やばいっすね、てい、もっとゴールドか、ゴールドかい、厳しい。白龍でも欲しいな、どっちか欲しいな、ヤシガニか白龍、厳しいなマジで。村蜘蛛もいいけどね、おっとランク Z 引き際が難しくなってきた。せっかくの周回イベント、今回はちょっとワイポイント貯めて次回のイベントに有利にと思ったけどもですね、そうはいかぬという運営のこのマジのラストいきます。白龍どうしても欲しい、ヤシガニも欲しい、俺は持ってんだ、出るじゃないのか。よいしょ、あ、完璧だ。このやめようとすると出るモード、これいつも毎回こうなんですよ。だから最初からもうラストがベストっていうね、意味わかんないガチャにはなってきています。さあこのターンでできれば 0.1 が引けたんで 0.3 の佐藤馬龍太来てほしい。龍ちゃんがいればですね、今回なんとか封印倒せそう。龍ちゃんいないとね、ちょっと現状は厳しい、追加特攻待ちみたいな感じにはなってきてます。さあ2時間いきますここでダブル村君も来たらですね、まあある程度それこそ奇跡、逆奇跡ですよ0.1 マジでやめてください。いきます、止まらなかったら村蜘蛛、止まればですね、まあ、里場龍太白龍ワンチャンあります。いきます、ヤシガニもあります。おっ、伸びた、
はぁ、高めお願いします。マジでお願いします。白龍と龍ちゃん来たよ。なんなのこの母ちゃん。確率アップとは何なの。逆に確率ダウンで引いちゃったっていうね。 0.3 と 0.1 でしょ。やばいよね。やばすぎだよね。なんなのこれ。マジでこれがあるから数字なんてのはね、ほんと意味ないんすよね。なんなのこれ。でも嬉しいよ。これワンチャンあるんじゃね。リュウちゃん来ちゃってよ。神器覚醒マジか。やばくね、マジで。これ今回のガチャ嬉しいけどね。嬉しいけど白龍ヤシガニどこ行った感はねちょっと引っかかる。とりあえずリュウちゃん引いたんで、とりあえず走るか。まだ今日一日あるんで、まだ白龍とヤシガニはどっかで引けばいいからね。さあとりあえずリュウちゃん気持ちになりました。マジかマジか。さあ皆さんはですね、今回のガチャ多くの方が回されたと思いますけども、何回ぐらい回して何が出ましたでしょうか。そのあたりコメント欄で教えてほしいなと思います。マジやべえ、ちょっと走るわ。だいぶハイポイント使ったけどね。ちなみにですね、今の状況なんですけども、お宝集めちょっとやべえ、マジやべえ。第5のお宝なんですけども、やっぱりいつも通り4つしか落ちません。なのでこれはどっかで横取り行こうかなと思います。できればね5つ目落としてから行きたいんだけど、厳しそう。もう落ちる気配すらありません。そして裏マップの方はですね、なんとか封印もね、残り2つまで来ました。残り1つまで来ました。なのでもしかしたら倒せるんちゃう。相手の攻撃を減らす。今ほぼ即死級なんで、ここを対策できればちょっといけるかなと思ってます。マジやべえ、嬉しいけどね。